BMW、BMW Japan、BMW Japan は、ドイツの自動車会社、BMW の日本法人、BMW 株式会社の通称である。ドイツ BMW 社の完全子会社として1981年に設立され、日本における BMW の輸入、販売などを行っている。最近では、i シリーズなどの電気自動車開発、 販売なども行っている。事業内容は自動車、オートバイの輸入販売など、特殊な自動車ローンや中古車販売における認定中古車制度などユニークな販売手法でも知られる。従来、日本での輸入車販売は日本の正規輸入代理店を介して行われていたが、BMW ジャパンの成功によって、本国自動車メーカーが日本法人を設立して直接輸入。 販売を独占、管理する手法が他の外国自動車メーカーにも広まった。100%出資し会社。業務内容は、ローン、リース、自動車保険など。1994年、新判会社プラスとの提携による残花末置き型自動車ローンを発売。BMW 東京 b MW 東京高縄支店1994年、BMW がローバーを買収したが、 日本法人、ローバージャパンはそのまま存続していた。しかし、販売台数が落ちてきたことから、1999年に BMW ジャパンがローバージャパンを完全子会社化し、同一オペレーションでローバービジネスを統括するようになった。しかし、販売源に歯止めがかからず、2000年、旧ローバーグループの解体に伴って、ローバージャパンは解散した。 同年8月、BMW ジャパンは、購入済み顧客の不安解消を目的として、ローバー社のアフターサービスを手掛ける新会社、ローバーサービスセンターを設立した。その後、MG ローバー発足及び、オートトレーディングルフトジャパンによる、日本販売網構築により、同センターは2003年11月をもって、閉鎖、会社解散となった。2019年9月、 BMW の日本法人 BMW が販売店に不当な新車販売ノルマを貸し、達成できなかった場合は不足分を買い取らせた疑いが強まったとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の容疑で同社などを立ち入り検査した。同社は数年前から複数の販売店に対し、通常の営業活動では達成することが不可能な販売ノルマを貸し、 達成できない販売店には不足分を買い取らせるなどの取引条件を設定していた疑いが持たれている。関係者によると2018年の新車販売台数の約5万台のうち3割はこうした販売店による自社登録によるもので過剰なノルマや不足分の購入費がかさむなどして倒産、閉店に追い込まれた販売店もあるという。 2021年3月3日、同社は厚生取引委員会に確約手続きの適用を申請し、販売店と合意の上で販売目標を定めるなどの改善策を提出した。これにより、BMW ジャパンは優越的地位の乱用を認めた形になった。ありがとうございます。